皆さんこんにちは、ラケットハウスキングの久保田さんです。さあ皆さんもね、楽しみになさってた方も多いんじゃないでしょうか。ジオブレイクの80シリーズ、こちらの方実機がね届きましたので、早速レビューの方していきたいと思います。 80S ですね。はい、公営向けの 80S、 こちらの方なんですけれども、前回お話したようにこういうクラッシュジェネレーター、ちょっと動画でわかるかな、こういった形、ここに溝が掘られています。以前のモデルネクシーガの 80S と比べると、ドライブプレーターがあって、両方ドライブプレーターあるんですけど、よく見るとほら、ここの部分ですね。はい、このクラッシュジェネレーターという新しい形状が盛り込まれているのが分かると思います。このクラッシュジェネレーター入ることによりですね、まあ、よりしなり感の増大、そしてしなり戻りが速くなるので、まあ、よりスピードボール、そして、回転のかかったショットが打ちやすくなるというのが新しい、ジオブレイク80S の特徴です。以前のモデルもやっぱりこのよりコンパクトに振り抜いても、しっかりヘッドが、しなってくれて、ドライブ回転がかかるよというコンセプトはそのままに、よりしなりを強化して、どんなにコンパクトにするんですね、公式みたいにスイングをしても、まあ、ドライブがかかりますよ、アングルショットなんかが打ちやすいですよ。まあ、今のソフトテニスに求められている機能、後衛向けラケットとしては、まあ、こちらが、はい、分かりやすい線を持ってるんじゃないかと思います。現在ご予約でもやはりこの 80S っていうのがたくさんご予約いただいておりますね。基本的なヘッドの重さだったり、全長のスペックだったりは、以前のネクシーガ 80S とほとんど変わりありませんので、まあ、80S、ネクシーガの方を使われてて、ジョーブレイクにという方は、まあ、特に違和感なく、切り替えるんじゃないかと思います。では次ですね、後衛向けいきましょう。後衛向け一本シャフトというか、まあ、二本釣りシャフトみたいな形ですね。はい、こちらの方なんですけれども、こちらの方も先ほどと一緒です。ドライブクレータープラスクラッシュジェネレーターが入っているという形なんですが、まあ、今までオネックスさんのこちらのこういう形状のラケットですね、今どうしてもやはりここのしなりを抑えましょうという形でこの穴あきモデルになっているんですけれども、まあ、やはり昔からソフトテニスやられている方なんかでいうと、もっとこう一本シャフトしなりが欲しいよという意見が多かったんじゃないかなと思います。まあ、そういった方にも扱いやすい、しっかりラケットがしなるラケット、なおかつですね、やっぱり昔みたいなラケットだと大きくしなってゆっくり戻るので、まあ、より大きいスイングで、しっかりとボールを運ぶような形のスイングをしなければいけなかったと思うんですけども、より速いスイングでも、より速くコンパクトにするんですよ。そしてもですね、まあ、ドライブがかかりやすいような形になっております。はい、なので、こちらの 80S と比べた時に 80G モデルの方が、まあ、より振り抜き感が良く、はい、面もちっちゃいですからね。ベースの下もちょっとこっちの方がちっちゃいので、まあ、より空気抵抗が少なく、ガツンと1本強烈なショットを打ちたいという後衛の方にはこちら非常におすすめとなっております。そしてですね、これ大本命だと僕は実は思ってるんですけど、この前衛向けラケット、はい、ジオブレイクの 80V ですね。こちらちょっとね、後衛向けラケットに皆さん目が行きがちで、前衛向けラケット、はい、あまり注目されてない方も、実はこれすごいんじゃないかと個人的には思ってます。こちらの方なんですけども、やはり同じようにクラッシュジェネレーターがここに入ってるんですね。で、玉持ち感、はい、やっぱ前衛でボレーするときとか、玉持ち感をやっぱり良くするためのしなり感が出てるんですけど、やっぱりヨネックスさんのラケット、前衛ラケットでちょっと硬めのイメージが多かったので、やっぱり柔らかいラケットを好まれる方は水野さんを使われる方が多かったと思うんですね。で、実際この8万ということです。こちらのナノフォースの 8V11 みたいなラケットなのかなと思われている方多いと思うんですが、ちょっとタイプが違う感じです。全長的にもですね、はい、ナノフォースの 8V11 よりかなり短いです。なので、実質的にはこのネクシーガの 90V の後継モデルになるんですが、やっぱりちょっと 90V ね、かなり打球感硬いので、なんかちょっとボレーした時に、いまいちこう手元のため感が欲しいと
いう方にはあまり評判良くない、ね、なのでやっぱり手元でしっかりグッと押さえる感じ、乗る感じが欲しいという方はこの 8V11 すごい性能のラケットとしてやったんですけど、やっぱりこのタイプ水野さんっぽいふわっとしたしなりのラケットだったんですね。で今回こちらの非常ブレーク 80V なんですけども、フラッシュジェネレーター入ることでしなり感多分強くなってるはずなので、ちょっと打球感ふわっとするんじゃないかなと思います。なおかつ全長短くてヘッド軽いので非常にこう操作性がいいですね。重さは UL なのでめちゃくちゃ軽いっていうモデルではないんですけれども、ヘッドがすごく軽くできているので重量は普通なんですけども、バランスがかなり手元にあります。なのでラケット構えたら、かなり軽いなと、操作性良さそうだなっていう感じがあります。そして全長短いので、非常にコントロール性安定性なんかもいいと思います。なおかつしなりが出てますからね。やっぱり前衛の方の求めるふわっとした打球感と反発力っていうのを生かしたすごい前衛ラケットになるんじゃないかなと思います。個人的に桑田さんの好きだった、ジストの TS ですねっていうラケットが昔あったんですけども、そちらのスペックももしかしたら近いかもしれないです。次回の動画ではですね、実際にコートに出てもらってみんなに打ってもらってね、どういった感じだったのかなっていうのをみんなに聞いてみたいなと思いますので、ぜひぜひ次回の動画を見てください。ラケットのご予約の方はこちらのカードもしくは概要欄の方にリンクが貼ってあります。ぜひぜひご予約の方よろしくお願いいたします。はい、それではこの動画が面白いと思われた方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。